俺は田舎町で駅員をしている。駅員は勤務時間も様々で、どうしても不規則な生活になりがちなのだ。そんな俺もだらしない生活を繰り返し、最近では体型も気になるようになってきた。ある日のこと、偶然見ていたテレビで登山の特集が放送されていた。これなら俺にもできるかもしれないと思い、山に登ってリフレッシュがてらダイエットをしようと決意したのだ。そして俺はその登山によって運命的な出会いをする。シンゴ、オッケー。じゃあ一緒に上まで行きましょうか。俺の名前は明智慎吾。現在54歳で田舎町で駅員をしている。今から30年前、俺は運命的な出会いをした。その相手はアメリカ生まれの外国人美女。田舎者と外国人、一見何の接点もなさそうだが、あることがきっかけで俺たちは一夜を共にすることになる。当時の俺は勤務先の駅の近くで一人暮らしをしていた。実家も駅から近いのだが、俺が25歳の頃、両親から独り立ちをしろと言われ、家を出た。駅員の仕事には早番と遅番があり、毎日帰る時間が変わる。当然、起きる時間も寝る時間も日々変わり、そんな不規則な生活をしていた俺は、私生活がおろそかになり、体型もだらしなくなっていった。当時の俺は、クマさんと呼ばれ、俺がホームに立てば、子供たちが嬉しそうに近くにやってきて、お腹をポンと叩いて去っていくというのが定番だった。俺はこの体型について、特に何も思っていなかったが、両親はそうではなかった。慎吾、これ以上太ったら、改札通れなくなるわよ。そんな大げさな。大丈夫だよ。大丈夫じゃないわよ。そんな不摂生で病気にでもなったらどうするの。実家に戻るたびにこんなやりとりをしていて、いい加減うんざりした俺は仕方なくダイエットを始めることにした。しかし、俺は筋トレをするような体育会系ではないし、食事くらいしか楽しみがない今、食事制限もしたくなかった。すると、偶然見ていたテレビで、登山の特集が放送されていた。これなら、俺にもできるかもしれないと思い、山に登って、リフレッシュがてら、ダイエットをしようと決意した。直近の休みを3連休にしていたこともあり、俺は早速近くの山に登ることにした。その日はとてもいい天気で、12月の空はきれいに澄み切っていた。防寒具を身にまとい、俺は重たい体に鞭を打ちながら山頂を目指した。そして、なんとか山頂にたどり着くと、そこには目が覚めるほどの絶景が広がっていた。初めて山に登った達成感と、目の前の絶景に心を奪われ、あっという間に日が沈む時間になってきた。俺は下山することにして、山のふもとに差し掛かったとき、これから山に登ろうとする人とすれ違った。俺は思わずその人に声をかけた。こんにちは。もう日が落ちかけていますが、大丈夫ですか？その人が顔を上げて俺の方を見ると、なんとその人は美しい外国人女性だった。今朝見た青空のような青い目に透き通るような白い肌は、海外の女優さんではないかと思うほどだった。俺はついその女性に見とれてしまったが、すぐに我に返り、なんとか英語で伝えようとするが、見事に一言も出てこない。ボディーランゲージで伝えようとすると、彼女はクスクスと笑い、あ、私、ちょっとだけなら日本語話せます。笑った顔もとても綺麗で、まるで人形と話しているようだった。
私、レベッカと言います。あなたの名前は？ああ、俺はシンゴです。シンゴ。OK。じゃあ、一緒に上まで行きましょうか。レベッカはそう言うと、突然俺の腕を引っ張り、山を登ろうとし始めた。レベッカ、レベッカ、だから、もう日が暮れるよ。わかっています。でも私、シンゴと一緒に登りたいです。そんなことを言われた俺は気持ちが舞い上がり、彼女と一緒に山に登ることにした。山頂に着く頃には、すっかり日は暮れていて、あたりは真っ暗だった。ねえ、レベカ、もう真っ暗だよ。ここで何をするの？シンゴ、ちょっと目を閉じてください。そう言うとレベッカは近づいてきて、俺の顔にそっと触れた。これはキスしかないと思った俺は、心臓が口から飛び出そうなほど緊張していた。するとレベッカは、俺の顔を上に向かせた。シンゴ、目を開けて。俺はゆっくり目を開けると、そこには、プラネタリウムのような満天の星空が広がっていた。すごい。こんなの初めて見たよ。俺は夜空に釘付けになっていた。レベッカはこれを一緒に見たかったの？俺がそう尋ねると、レベッカは微笑みながらうなずいた。その彼女の笑顔も星空に負けないくらい綺麗だった。俺はリュックの中からシートを取り出し、レベッカと一緒に寝転んだ。どこまでも広がる星空を見ていると、宇宙を旅しているようだった。レベッカ、ここに連れてきてくれてありがとう。レベッカは星が好きなの？はい、星が大好きです。星はいつでも私たちを見守っていてくれますから。レベッカはニコッと笑ったが、その笑顔にはどこか切なさが感じられた。そしてレベッカは話し始めた。私は小さい頃いじめられていました。うちはとても貧乏だったから。そして心を傷つけられたレベッカは泣きながら家の屋根に登った。屋根の上から見える星空は、レベッカを照らし、心の傷を癒してくれた。星を見ていると、なんだか安心するんです。そっか。じゃあ、レベッカは俺と一緒だな。俺がそう言うと、レベッカは不思議そうに俺の顔を見つめた。彼女が自分のことを話してくれたように、俺も自分の幼い頃の話をした。当時から太っていた俺は、クラスメイトからしょっちゅうからかわれていた。悪口を言われ、傷ついても、俺は両親に相談することができなかった。そんな時に、俺はいつも、家の裏にある小さな山に登り、そこから見える星空を眺めて、大丈夫、こんなことで俺は負けない、と自分に言い聞かせていた。私たちはとてもよく似ていますね。レベッカは穏やかな笑みを浮かべながら俺を見つめた。それから俺たちは寝転んだままいろいろな話をした。なんだかとても幸せな時間で、いつまでも続けばいいのにと思っていた。すると空からは雪が降ってきた。あ、雪だ。これは冷え込むかもしれないな。冷え込む？ああ、寒くなるってこと。おう、わかります。大丈夫。私、テント持ってる。そう言うとレベッカはリュックからテントを取り出し、急いで組み立てた。俺たちは出来上がったテントに入ろうとしたが、俺の体が大きすぎてテントに入りきらなかった。シンゴはとてもビッグですね。
ごめんな。悪いことじゃないですよ。大は小を兼ねます。だからきっといいことがありますよ。レベッカ、難しい言葉を知ってるんだね。そうです。私、日本語勉強してますから。天才なんです。レベッカはドヤ顔しながら笑った。まだ俺はこの時、レベッカが本当に天才だとは気づいていない。あ、確かここに来る途中に山小屋があったような。ちょっと行ってみよう。あたりはすっかり暗くなり、俺たちは懐中電灯を片手に急いで山小屋へと向かった。山小屋に着いた途端、天候が急変して吹雪になった。シンゴ、ありがとう。そう言ってレベッカは俺に抱きついてきた。海外のノリのスキンシップに慣れていない俺は心臓が止まってしまいそうだった。山小屋に着いたものの、吹雪によって電気は止まっていて、俺たちは仕方なく懐中電灯だけで一夜を過ごすことになった。しばらくするとレベッカがくしゃみをしだし、レベッカ、大丈夫？少しだけ寒いですね。俺は着ていた上着を脱いでレベッカの肩にかけた。シンゴ、ありがとう。でも、シンゴが寒そう。大丈夫。俺はこんなに肉に覆われてるから。俺は自分のお腹をポンポンと叩くと、レベッカはニコッと笑ったが、少し元気がなさそうだった。すると、どんどんレベッカの体調が悪くなり、体が小刻みに震えてきた。俺はレベッカの方に手を当てると、すぐに熱があることが分かった。風邪をひいちゃったかもしれないね。寝袋は持ってる？マットしか持っていません。俺はレベッカのリュックからマットを取り出し、そこに彼女を寝かせた。水筒に入った水をタオルにかけて、彼女の額の上に乗せ、自分のリュックから風邪薬を出した。これ、風邪薬、飲んで。そう言って俺はレベッカに薬を飲ませた。それでもレベッカは寒さで震えていて、俺はレベッカを抱きしめた。くっついていた方がお互い暖かいだろう。でも、シンゴに風邪がうつっちゃいます。今はそんなこと気にしないでいいから。俺は君のことの方が心配だ。人からこんなに優しくされたのは初めて。そう言ってレベッカは涙を流した。泣かなくても大丈夫だよ。それにレベッカは笑ってる方が可愛いよ。そう言いながら俺はレベッカの涙を拭った。わかりました。私はシンゴのために笑います。一生懸命に笑顔を作るレベッカのことを愛しく思い、俺は改めて彼女のことを抱きしめた。こうして俺たちは抱き合ったまま山小屋で一晩過ごし、翌朝にはレベッカはすっかり元気になっていた。おはようございます。私、シンゴのおかげで元気になりました。レベッカ、おはよう。元気ならよかったよ。レベッカは心配そうに俺の顔を伺った。風邪がうつりましたか？どうかな。まあ、人にうつせば風邪は治るって言うからね。そう言うとレベッカは突然俺にくっついてきた。じゃあ、その風邪、私にうつしてください。何言ってんだよ。せっかく治ったのに。俺は笑いながらレベッカから離れようとするが、レベッカは俺のことを必死につかみ、離れようとしなかった。レベッカ？どうした？レベッカは泣きそうな顔で俺を見つめて、もうすぐお別れかと思うと、なんだか寂しくなってきました。俺もレベッカと同じ気持ちだった。
ここで気持ちを伝えないと後悔すると思った俺は、正直な気持ちを彼女に告白した。俺は、これからもレベッカに会いたいな。俺もお別れはしたくない。するとレベッカはゆっくり俺から離れた。私は明日アメリカに帰らなければいけません。俺はこの時、レベッカが旅行で日本に来ていたことを知った。別れがすぐ近くまで来ていることを知った二人は、下山中何も話すことなく歩いていた。俺はもうレベッカに会えないと思うと、ショックで仕方がなかった。そして山のふもとに着くと、俺は車でレベッカの宿泊しているホテルまで送ることにした。そのホテルは俺が働いている駅のすぐ近くにあり、あそこの駅で俺は働いてるんだよ。知ってますよ、クマさん。レベッカの言葉に俺は驚いた。え、なんで知ってるの？私がこのホテルに来るとき、あの駅を使いました。そしたらシンゴは子供たちからクマさんと呼ばれていました。そうだったんだね。子供たちと話しているシンゴはとても優しそうでとても素敵でした。そんなあなたと山で会うことができて、これは運命なんだと思いました。レベッカからそんなことを言われた俺は、余計に別れるのが辛くなってしまった。俺、明日仕事休みなんだ。いいんです。明日また会ったら、寂しくて帰りたくなくなっちゃいます。だから、ここでお別れしましょう。レベッカは涙を流しながら、俺の頬にキスをした。さよなら、私の愛する人。翌日、レベッカはアメリカに帰っていった。俺の心はぽっかりと穴が開いてしまったようで、何をするにも集中できず、頭の中はレベッカのことでいっぱいだった。そして、なぜあの時彼女を引き止めなかったのだろうと、自分を責める毎日が続いていた。あんな出会いはもうこの先ないだろう。そんなことを考えていると、自然と涙が溢れてきた。もしもまたレベッカに会うことができたなら、その時は絶対に好きという気持ちを伝えよう。叶わない願いだと分かっていたが、どこかでまた再会できるかもしれないと期待している自分もいたのだ。レベッカが帰国してからあっという間に1ヶ月が経ち、俺はいつものように駅のホームに立っていると、電車から降りてきた乗客の一人がこちらに向かって走ってきた。え？その乗客が被っていた帽子を取ると、そこに立っていたのは、なんと、レベッカだったのだ。ただいま。そう言いながら、俺の胸に飛び込んできた。俺は何が起きているのかわからなかったが、目からは大粒の涙がこぼれていた。なんでレベッカがいるの？会いに来ちゃいました。これが夢なのか現実なのか、すぐにはわからなかった。もう少しで仕事が終わるから、ちょっと待っててな。わかりました。そこのベンチで待っています。俺はすぐに仕事を終わらせ、急いでレベッカの元に向かい、言葉を発する前に、レベッカのことを抱きしめていた。俺、ずっとレベッカに会いたかった。すごく後悔してたんだ。なんで君を引き止めなかったのかって。レベッカは無言で俺の話を聞いていた。いつまで日本にいるかわからないけど、俺とずっと一緒にいてほしいんだ。シンゴ、それってプロポーズですか？プロポーズ？なのかな？でも、まあ、そういうことだ。レベッカはずっと、俺の隣にいてほしい。すると、レベッカはニコッと微笑み、
約束できますか？嘘つきは泥棒の始まりですよ。どこでそんな言葉覚えたの？大丈夫だよ。俺はどこにも行かないから。笑いながらそう言って俺たちは抱きしめ合った。こうして俺とレベッカの交際は始まり、その日レベッカは俺の家に泊まった。寝る直前に俺は気になっていたことを質問した。レベッカは日本でどんなことがしたい？私は山の近くで働きます。え？山の近く？でも、あの辺って宇宙開発の研究所しかないはずだけど。もう採用が決まりました。嘘だろ？君は一体何者なの？俺の質問にレベッカは笑いながら答えた。私は天文学者です。NASA で働いてました。なんと彼女は今まで NASA で働いていたのだ。あの日の天才という言葉は本当だった。だからそんなに早く採用が決まったのか。はい。でもまだ審査や申請があるので、アメリカと日本を行ったり来たりします。俺は少し寂しそうな顔をしていると、レベッカは俺の顔を覗き込み、手続きが全部終わったら私と一緒に暮らしてもらえますか？当たり前じゃないか。いつでもいいよ。ありがとう。できるだけ早く終わらせますね。そして3ヶ月、俺たちは同棲を始めた。その翌年には結婚もした。それからも俺たちは時々あの山に登った。そして一緒に星空を眺めながら出会った日のことを語り合った。あの日、俺は彼女に出会っていなければ、今の幸せを手にすることはできなかった。俺はこれからもこの幸せがずっと続くようにと満天の星に誓った。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。